会に移らせていただきます。では皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました危険人物の玉森でございます。去年の暮れからですね、頑張り日本水島幹事長をはじめとする皆さんからですね、どうしても都知事選に出馬してくれとお願いをされまして、私実は現役の自衛官でいるとき東部学校でですね、航空自衛隊を元気にする十の提言という論文をですね、3回ほど書いたんです。30の提言になっているんですけども、その中の一つにですね、頼まれたら頑張れというのがあるんです。というのは、この私が自衛隊いる間ですね、最後はもうどんどん予算の削減がされてくるんですよね。そういろんな防衛産業から、これをどうかしてくれませんかと頼まれるわけですけどもですね、となかなかやることが実際難しいわけですよね。頼まれても、何もしなければですね、あの人のとこ行っても無駄だから、もう行かん方がいいと、あの人には頼んでもしょうがないというふうになるよと、だから10個頼まれて10個全部はできないだろうけども、2つでも3つでもやってやるという、その心構えが必要なんだというようなことを書いたことがあったんですよね。で、そういうこともあって、今回頼まれてしまいましてですね、いや、あれ書いちゃったな、失敗したなと思いましたけども、しょうがないから、頑張ろうという気になってですね、立候補を正月を挟んで決意をいたしました。そして1月の7日に記者会見をして東京都知事選に出るということを公式に表明をいたしました。でそれからもう何度も皆さんに言っているようにですね、本当に身の引き締まる思いで毎日送ってまいりました。寒さのせいなんですけども、今はですね、インターネットで私がダントツ1位だということに励まされましてですね、週刊誌ではですね、二強対決なんですよね。麻生洋一 40% 支持、細川さん 30% 支持、玉上さん 3% 支持ということなんですよね。で、本当のことはよくわからないんですけれども、しかしだんだんこの街頭演説とかをやっててですね、盛り上がりを見せてきて、頑張ればこれは風向きが変わるというふうに思って、今毎日頑張っています。選挙の事前運動にあがってはいけないということでですね、注意はしてるんですけども、選挙違反にならないようにですね、注意をしていきたいとは思ってるんですけども、この中にもですね、これだけ人数がいると、2人ぐらい敵型のスパイがいるんじゃないかと思いますけど、ちょっとスパイの人ちょっと手当てがいませんか。大体いるんですけどもですね、スパイの人がいなければ、何でも言っちゃおうと思うんですけども、注意しながら話をしたいというふうに思います。日本がこの民主党政権の3年数ヶ月でですね、一体どうなってしまうんだろうと多くの日本国民が思ったわけですね。もう中国には好き放題やられる、韓国には何回も文句言われるということで、もう日本って本当にこの独立国家なのかと、アメリカからは昔からいろいろ言うことを聞かされてましてですね、一体誰のための政治をやってるのかというふうに多くの国民は感じていたと思うんですけれども、この土壇場で安倍政権が誕生したわけです。で本当に土壇場で踏みとどまったというふうに私は思っております。これ自民党政権だからいいと言ってるわけではないということを私はたびたび申し上げてますけれどもですね、安倍政権でなければダメだと思います。これは安倍総理がですね、自民党で非常に数少ない国家間歴史観がしっかりとした政治家であるからということが、私が安倍総理を支持している理由なんですけれども、この安倍総理のこの日本を再興するという路線の時にですね、やはり東京都知事が石原慎太郎都知事のようにですね、強い人でなければですね、
私は日本の復活はできないと思うんです。東京都と日本政府が逆の方向を向いてたらですね、日本復活は無理だと思います。東京都が動けばですね、おそらくそれは日本人に伝わっていくんですよね。やがて日本が変わっていく。だから東京からまあ日本を変えていこうというのは、これはあの考え方として私非常に正しいではないかと思ってます。でこの国家間歴史観がしっかりしていないとですね、まあ隣のまあ名前は言いませんけど、中国とか韓国とかからですね文句言われた時にですね、すぐにもう腰砕けになっちゃうんですよね。勇ましいことを言っててもちょっと圧力がかかるとすぐに腰砕けになる。こういうことではですね、本当に日本を取り戻すのは無理なんです。で国家間歴史観が私はその一番根幹にあると思ってますからですね、東京都知事になる人がまず靖国参拝をしないという人ではですね、で全く日本の復活はならないと私は思うんです。日本がいわゆる戦後体制ですよね。戦後戦勝国によって作られた日本弱体化の体制です。この体制から抜け出して真の独立国家になるためには、この総理の靖国参拝、これは絶対に避けて通れない問題で、総理大臣が普通に靖国参拝できるという時になって初めてですね、日本を取り戻す戦後レジームからの脱却ができるというふうに思います。で安倍総理が、まあ、12月についにですね靖国参拝をされました。政権を担ってから1年間中国や韓国に対しては本当に抑制的に対応したわけです。その結果どうなったか、日韓関係、日中関係どうなったか、悪くなるばっかりです。でも抑制的に対応するとダメなんです。あの国は日本人同士はですね、喧嘩をしても俺が悪かったといえば、いやそんなことはないです、お前だけが悪いんじゃない、俺も悪かったということで仲直りできるんです。でも中国や韓国はこれ全く言わないことはですね、俺が悪かったといえば、そうだお前が悪い、彼が悪い。でも日中関係も日韓関係もですね、もうこれ以上悪くなることはないですよね。もうこれ以上悪くなることはないから、もう何をやっても私はいいと思うんです。そして本当はですね、例えば経済的な実力とかいう面で中国とか韓国と日本の力を比較すれば、これは日本が圧倒的に強いんですよ。日本からですね、継続的に中国や韓国の輸出貿易を支える工作機械とか計測機械とか工業用の原料の金属とか油、シリコンウェアとか、こういったものは継続的に提供されなければですね、向こうの経済って成り立たないんですよ。輸出経済が成り立たないわけですから。だけれどもですね、日本は決してそんなことはやらないと見崩れられてるから、何度もいろいろ言われるわけですよね。私はこう少しですね、こう、ちらつかせればいいと思うんですよね。総理大臣が直接言うことはまずいかもしれません。だから、誰かに言わせればいいんです。で、もし私が仮に都知事になったらですね、代わりにどんどん言ってやろうと思います。竹島の問題で、あのパクさん、まあ、あっちでパクパク、こっちでパクパク、あれがですね、日本製品の不買運動だそうですよね。やってみなさいと、あんたとこ潰れるからと、本当に言ってやりたいなと私は思うんですよね。そういうことを、本当、あの総理に代わって言う人が必要だと思うんですけど、なんか皆さんあんまり言われないということですね。あの、まあ、石原知事がいたら言うんではないかと思ったんですけどもですね、あの私はだから、石原知事のようなですね、まあ、強い知事になりたいなというふうに思ってるんですけども、総理大臣がこう言おうとしていること、でも総理が直接言ったら直ちに問題なんだろう。で東京都知事であればですね、十分に相手に一目伝わるし、しかしまあ問題はないので、総理はいや東京都知事はちょっとそういうこと言わないように指導してますとか言ってくれないんですよね。分かりましたというと私はガンガン言いますから。そうじゃないとですね、これ本当に外交でもうどんどん日本が国益を失っていくということになると思います。だからこの靖国参拝の問題が一つです。でもう一つはその外国人の地方参政権を与える、これにあの他の立候補予定者の方々は賛成ですよね。で
少し考えればすぐ分かると思うんです。特に韓国との関係、対馬の問題があります。対馬の人口は3万6000人ほどだそうです。ここに韓国人が5万人も来てですね、地方の参政権を与えたら韓国は合法的に対馬を乗っ取ることができるわけですよね。だからこんな法律をですね、通していいわけがないんです。一体あなた何考えてるんですかと思いますけども、日本のことを真剣に考えてないんですよね。まあ、向こうのことを真剣に考える人たちが、まあ、東京都知事になりたいと言ってると思うんです。だから靖国参拝とか、この外国人に地方の参政権を与えるというのは、この立候補者がどういう人であるかをこの評価する大きなポイントだと思うんですね。さらに先ほど上山先生から話があった原発の問題ですよね。原発は日本はもう50年も使ってきてるわけです。50年使ってきて、原発運転中の放射能事故で死んだ人って誰かいますか？一人もいないんですよ。一人もいないにもかかわらず、なんか突然危ないということになるんです。でチェルノブイリと福島原発の事故は全く中身が違うんです。チェルノブイリは運転中の原発が地震でボンと原子炉が割れたわけですよね。日本の福島原発はマグニチュード9の地震でも自動停止したんです。自動停止したけれどもですね、この炉心が大変熱いわけですよね。これを水を循環させて継続的に冷やさなきゃいけない。しかしこの水を送る電源ですね、炉心に水を送る電源が津波で全部やられた。30系統ぐらいになったそうですけれども、みんな低いところにあって津波でみんなやられた。それで結局冷やすことができなくて温度が上がって水蒸気爆発を起こしたということなんですよね。ですから炉心に水を送る電源、これを高いところに置けばもう問題解決なんです、あれは。だけどもチェルノブイリと同じようになんか原子炉が爆発したみたいなことを言ってですね、あの菅さんはですね、このなんですかレベル7であるとかいうことをですね、後から考えて、なんかあんまりみんな被害を受けなくなってからマグニチュードがレベル7だとか発表してですね、自分を守ろうとしたわけですね、あの人は。だから日本のその原発技術とは、原発の技術者に私は今いろいろ教えていただいてるんですけど、やっぱり世界一なんだそうです。いろんな細かい部分で世界一だそうです。でこの世界一の原発技術が原発を廃止したらどんどん失われていくわけですよね。私はだから50年間も安全に運転できたという実績があるものがですね、今後は安全に運転できないということになるはずがないと思います。で原発のゴミの話もですね、原発のゴミで最終処分場がないから、この日本が原発のゴミでいっぱいになる、そうなったらどうするんだと、なんか元総理だった小泉さんなんかが言ってるようですけどもですね、これも私確認をしてるんですけども、こんなことはないそうです。これあんまり最後話す後で討論会の時ですね、脅かすのにとっとくと思えて今まで喋るのをやめようと思ってます。私福島出身でですね、で実は東日本大震災の事故で苦しんでいる、あるいは亡くなった人、知ってる人も多いわけです。ですからですね、本当に原発って危ないんだろうかということをですね、放射能って危ないんだろうかということを本当に半年ぐらい相当真剣に勉強した先生について、放射線医学の専門家の先生とか、それから原子力工学の先生とかについてですね、かなり勉強してますから、他の候補者は多分私には立ち打ちできないと思います。で私がその中身を今言うと彼らもまた勉強するからですけど、勉強させないために今日はこのくらいにしときますけど、かなり勉強するんですよ。実はですね、街頭演説で細かいこと喋ってたんだ、水島幹事長から喋ってはいけないと言われましたね。喋ってない、まあここにいるスパイの人いいですか、だから喋らないんですよ。この原発とですね、靖国参拝と外国人地方参政権、これが本当に大事なチェックポイントだと思います。原発を動かさないで GDP を伸ばしていくときに、景気回復をしていくときに電力供給が十分にできるはずがないんですね。でどうやって十分に電力供給するんですかということです。じゃあ30年後には十分できるという人がいるんですけどもですね、候補者の中にも。じゃあ今から30年は貧乏な生活しろって言うんですかということですよね。こんなことはないですね。ですから
原発は安全に運転をしながら十分な電力を供給をして、そして GDP を伸ばしていく、景気を回復していくということが私は必要だと思いますし、それは可能であると思っています。で、日本はこの20年間本当にこの緊縮財政でですね、国の経済をダメージしたんですよね。これ日本国民が寒くたから景気悪いわけじゃないんですよ。景気全体をコントロールできるのは日本政府と日本銀行しかないんですから、この、政策が間違ってたから景気が悪いだけだと思います。で、安倍さんが今始まったのは今までのこの緊縮財政じゃなくて積極財政なんですね。安倍の3つはこれは一時的に借金を増やしてもこの景気が良くなれば税収が増えるから国の財政なんか勝手に立ち直るというやつなんですよね。で、今その方向に日本が動き出して景気回復の方向に動き出しました。この時東京都がこれで反対のことをやったら、これはまた景気回復が遅れます。ですから安倍さんと国家間歴史観同じくし、また経済的なこの考え方も同じ人がですね、都知事になるのが私はいいと思うんです。誰が都知事になれば一番いいのかということを私も今十分考えましてですね、もう私はすでに誰に投票するか決めてるんです。で、東京からですね、日本は変わっていくと思います。で、日本というのは本当に素晴らしい国でですね、この古いこの文化とか歴史、あるいは文化遺産とかこういっぱい残ってるんです。で、東京にもいっぱい残ってるんですけども、東京に住みながらですね、そういうところに行ったことない、そういうものを知らないという人もいっぱいいるわけです。これ学校の基本的な教育で教えないからだと思うんですよね。私はですから日本ではこんな素晴らしいものがあるんだということを子どもたちに教えていくべきだと思いますし、また日本国民がですね、いかに素晴らしい国民性を持った国民であるかということも教えていくべきだと思います。で、我々が頑張る日本で被災地に行ってもですね、支援物資を届けても私たちはまだ間に合っていると、向こうの人たちは困っているから向こうに届けてくれと言われるわけですよね。で、向こうに届けると、そこの人もまた我々はまだ間に合っていると、向こうの人たちはもっと困っているから向こうに持っていってくださいと言われるわけですよね。この困難な状況下においてもですね、他人に対する思いやりを忘れない、この日本人の国民性というのは本当に素晴らしい、もうそう言われて本当に涙が出るほどですね、感動しますね。こういったこともですね、やっぱり子どもたちに伝えていくべきだと思います。ところが戦後日本は、日本人というのは昭和でですね、昭和で、そして、侵略戦争し、残虐行為をし、南京大虐殺をしとか、この全く嘘八百を教えてきたわけですよね。戦勝国が歴史を作るわけですよ。歴史を作るのは戦勝国です。戦争に負けると言ったとき、戦勝国の歴史観を強制されます。しかしどこかの時点でそれを抜け出して、我々日本国民が考える誇りある歴史を取り戻さなければいけないというふうに思います。私はたまたまですね、この二役士官に染まらなかったのはやっぱりうち の親父のせいだなというふうに思っているんです。うちの近所にですね、共産党の人がいたんです。町議会議員の選挙があるたびに立候補します。そして選挙のため必ず落ちます。で、うちの親父は、その人は名前も知ってるんですけど、名前を言うと語弊がありますので、うちの親父は共産党はバカだからって言ってました。だから私は子供の頃からですね、共産党はバカだと思ってました。だから私の子供にもですね、共産党はバカだからと教えてました。だからうちの娘なんかも幼稚園の時からですね、お父さん共産党はバカなんだよねって言ってました。だから教育って本当大事だというふうに思います。特に判断力のない子供のうちにですね、学校で左巻きの先生からこの洗脳されるとですね、本当そうなってしまうと思うんですよね。で、幸い私はそうならずに済んで本当良かったなと思うんですけども、私が防大に入ったのもですね、実は親父が、私が高校2年の頃から防大に行けと言い出したんですね。防衛大学という防衛大学って何だと、その頃、私、防衛大学知らなかったですね。なんか油で炒めて食うのかって言われて。で、それは
私たちが学生になる頃は全学連の学生運動がもう本当華やかなりし時代だったんですね。大学に行けばヘルメットかぶって下馬を持って走り回るというのが、まあ、大体定番でした。大きなマスクで顔を隠していたんですよね。で当時とりわけ花粉症がひどかったわけではないんですけどでもそういったこの全共闘世代がまだまだ日本の社会にいっぱい残ってますよね。新聞社の論説委員とかテレビ局の解説委員とかそういう人たちが結構多いわけです。そして日本にこの反日的な言論の自由は無限にあるけれども親日的な言論の自由はないというこの言論の不自由、これを戦後作り出してきたわけですね。で特にですね、自衛官というのは本当に発言の自由を封じられてました。私たちもですね、言っちゃいけないということをとうとう強くですね言われるわけです。特にこの内部部局という背広組の組織を経由してですね、我々は大臣から命令指示をもらいますし、またその背広組の組織を経由してですね大臣に報告をするという形になっているんですね。この背広組の組織がですね、もうほとんどこの国のことを考えていないというふうに私は感じてました。本当に自分たちの立身出世のことだけしか考えてない。だから総理大臣官邸の言う通りにしなければいけない。彼らは総理大臣官邸がカラスが白いといえばカラスは白くなります。だから君たちは何でも官邸だっかと私はいつも言ってましたけどでこの背広に監視されたような状況下においてですね、本当にこの発言というのが、まあ、抑え込まれてきたんですけども、私も、まあ、航空爆裂になってからもうどうせ窓際だと、何言ったってクビになったってどうにかなるだろうと思ってですね、まあ、いろいろ発言をしてきたんですよね。だから自衛隊のイラク派遣は憲法違反だということをですね、名古屋高裁で左巻きの裁判長が言ったわけですよね。そしたらこんなこと言われたらですね、危険を犯しながらイラクで任務を遂行している私の部下である航空自衛隊の隊員はですね、傷つくわけですよね。私は常にこの部下隊員を守らなきゃいけないと思ってましたからですね、記者会見で聞かれたわけです。自衛隊の憲法違反、イラク派遣は憲法違反だという判決だったけどどう思いますか。実はこれ暴論なんです。台湾の本論では国側は勝訴なんです。しかし言わんでもいい暴論で憲法違反だと言ってるわけですよね。だから上告もできないんです。これ非常に汚いやり方なんですね。左側の人からやられてる。で私はだからこの時ですね、ちょうど小島よしおがそんなの関係ないっていうのが流行ってる時でしたから、そんなの関係ないとまあ言ったんです。ちょっとそれを頭に思い浮かべながらですね、そしたらこれがまた叩かれましてですね、そんなの関係ないと言ったということで、この不尊であるとかいうことで叩かれたわけですけども、でもこれ隊員たちからはですね、空学者よく言ってくれましたと、拍手喝采でしたよ本当に。日本ではですね、この組織の中で何かこのちょっと事故があって外から叩かれると、みんな社長とかこの会長とかも土下座して謝る場合がほとんどあるんですよ。それが本当にこの悪いことだったらともかくですね、そうでない場合もあるんですよね。その時はですね、自分がどんなに批判されようと叩かれようとですね、命をかけて部下あるいは社員を守るべきだと私は思います。私は原発問題ではですね、東京電力の見方をしますけどもですね、東京電力の社長会長とかのですね、対応は私は大変におかしいと思っているんです。原子力損害賠償法という法律があるんです。この第3条にはですね、非常に巨大な天災地変の場合は一電力会社が責任を負わなくていいと明確に書いてあるんです。憲法9条のようにどっちでも取れるような書き方ではない、明確に書いてあるんです。だから時ですね、東京電力の会長社長がなぜ東京電力が責任を負わなくてはいけないのかと、カンナ踊る戦いがよかったと思うんですよ。彼らはですね、東京電力が責任を取った形 で自分はまあ引責辞任ということで楽になります。で残された東京電力、賠償金を背負わされ、社員は叩かれ、本当にかわいそうですよね。で、人たちは一体社員を守る気があったのかと私は思うんですよね。これも戦後のこの指揮官教育とか
リーダー教育をやってこなかった一つの私は結果だと思うんです。で、話をこのと変えてですね、私はよく聞かれる、なぜ玉井さんはそういうこの下を守るというふうに思うんですか。いや、なんか自然に思うんでよく分かりませんって言うんですけども、私は福島県の郡山市で育ったんです。で、郡山市で新幹線を降りて、私の家は駅から1分ぐらいのところにあります。あの駅前のアーケードの中ですかと言われますから、あの F-15 戦闘機で飛んだ時1分なんですということにしました。約20キロぐらい離れてるんですけど、本当に静かな農村地帯で育ちました。で、子供の頃からこの野山を駆け回ってましたからですね、小学校の3年生ぐらいまで私は本当悪ガキでしたですね。学校でもいろいろいたずらをしてですね、本当に小学校2年3年の時はですね、大学出たての女の先生だったんですよね。で、昔よくやる黒板教科の開きのとこ挟んどって先生が負けたら本当落ちるとかですね。で、また田舎ですから蛇がいるんですよ。でも子供の頃から蛇なんか手掴みで扱ってましたから、私は全然怖くない。蛇取ってきて先生の日差しなんか入れとったりですね、やって随分ご指導を受けたことがありますだけど私は案外勉強ができたもんですからですね、だんだんこのお前は勉強できるんだから、やがて社会に出て活躍するかもしれないから、そういうことをやっちゃいけないというような指導を受けてるうちにですね、だんだんいい子になっちゃったんですで、小学校の高学年くらいからはですね、貧困法制になってしまいました本当に。で、私は田舎っていいなと思ってですね、今私の田舎はもう両親が亡くなってですね、実家があるだけなんで、私が退官をして東日本大震災でちょっと天井に穴が開いたりしたのを今直してですね、昔風の家をそのまま直して残してるんですけども、私がこの近代的な家に建て替えると言ったら、私の親父の兄弟とかですね、おふくろの兄弟とか近くにいるんで3人ずつ、何を言ったんだと、残せと言われてですね、中だけ改修して外側昔の家のまま残してるんです。私の家は私が6代目なんですね。そして170年経ってるんです、家が。ですけど今結果としてはですね、おじさんおばさんたちの言う通り残してよかったなと思ってます。で、なかなか東京にいてマンションなんかにいるとですね、田舎の開放感っていうのはないですね。家 もうものすごく広い家があるんですけど、もう大変な開放感で本当帰るとホッとするというかですね、東京にいるとなんとなくですね、もういつもこの左翼と戦ってる時になるわけですよ、ね、田舎に帰るともう本当デレーっとしちゃうんですよ。これは本当にこのリラックスするということなんだなという気がいたします。私は田舎に帰ってもですね、昔の人たちとの付き合いも今も普通にできるんですよね。それは私は高校卒業して18で防衛大学に行って、それ以来自衛隊辞めるまでほとんど実家とかには帰ってくる時間がなかったんですね。だから昔の人たちと会う今もなかったんですけれども、今帰ってもですね、もう昔通り皆さん近所の人も付き合ってくれるし、お酒を飲んだりすることもできるわけですよね。だから非常にこの何ていうか、何かあればみんな助けてくれるというこの安心感がありますよね、田舎の生活というのは。東京にもですね、私はそういう安心感のある生活があっていいんではないかと思うんです